アンガーマネジメントのためのイメージイラストです。アンガーマネジメントとは、怒りを予防し制御するための心理療法プログラムであり、怒りをうまく分散させることができると評価されている。怒りはしばしばフラストレーションの結果であり、また自分にとって大事なものを遮断されたり妨害された時の感情でもある。怒りはまた根底にある恐れや脆弱感に対する防衛規制でもある。 アンガーマネジメントプログラムでは、怒りは定義可能な理由によって生じる、論理的に分析可能な強い感情であり、適切な場合には前向きに捉えて良いものだと考えられている。怒りは誰もが経験する感情だ。怒りが重大な懸念事項となるのは、それがあまりにも頻繁に強烈に長い時間発生し続ける場合だけだ。 レイモンド W の箱、怒ることは誰にでもできる。ただ怒るのは簡単なことである。しかし適切な相手に、適切な程度に、適切な場合に、適切な目的で、適切な形で怒こることは容易ではない。アリストテレスアンガーマネジメントの究極の目標は、怒りが深刻な問題にならないようにうまく制御し、管理することである。怒りとは、 何かに反応して呼び起こされる強い感情である。怒りの問題は、先導する側と先導される側が、どちらも対人関係において自制心を保つ技術や、社会的技術を持たないために生じる。このような人々に対しては、怒りへの反応を訓練することにより、怒りが必要だと反応するのではなく、怒りは不要であり不快であると感じるようにすることが、できる。 怒りのスイッチを切る方法としては、見なかったことにすること、または、許すこと等がある。十分な睡眠、運動、正しい食事も怒りを予防する上で有効である。うまくアンガーマネジメントができない人々を治療する専門家としては、作業療法士、精神衛生カウンセラー、薬物及びアルコールカウンセラー、ソーシャルワーカー、心理学者、精神科医などが存在する。 怒りの負の影響は歴史を通じてずっと観察されてきた。古代の哲学者、宗教家、そして現代の心理学者たちは、一見を抑えがたく、思われる怒りに対処するための助言を行ってきた。インデ、イラやセネカザヤンガーは、起こりやすい人々に対し、対立的な状況における先制防御、他者視点取得、そして怒りを増長させないことなどを助言している。 他の哲学者たちは、セネカとガレウスの教えを反復し、怒りを抑える手助けとなる死を得るよう推奨している。中世では、神が自生の理想像として、また怒りによって引き起こされた論争を調停するものとして機能していた。また、地方統治者が民間人の怒りを仲裁するといった話も聖人伝に多く記載されている。中でも有名なのが、 アッシジの聖フランチェスコとグッピオの比喩的な狼の物語である。現代では怒りを制御するという概念は心理学者の研究に基づいたアンガーマネジメントプログラムに応用されている。古典的な精神療法に基づいたアンガーマネジメントによる介入は1970年代から始まっている。例えばノバコは認知行動療法による介入を用いて 不安治療に成功したドナルド・マイケンバウムの影響を受け、アンガーマネジメントのためのストレス免疫訓練の内容を修正した。ストレスと怒りはよく似ているため、そのような修正を行うことにより、治療を成功させる分岐点を設けることができた。ストレスと怒りはどちらも外的刺激から生じ、内部プロセスにより調整され、適応、または 不適応のどちらかの形で表現される。マイケンバウムと、後のノバコは、患者の総合的な健康状態を向上させるため、怒りに関連した感情を経験させるという各プロセスを用いた。薬物中毒、アルコール中毒、精神障害、生科学的変化、PTSD により、他者に対して攻撃的に行動する人格となる、可能性がある。 攻撃性に直面した時に自らを制御できる高いスキルを持っていなければ望ましくない結果が生じかねない。このような問題は怒りが増大した際に生じることが多いが、あまり知られていないその他の原因によって負の行動をとる場合もある。例えば長期的な怒り、または激しい怒り、フラストレーションによって頭痛、消化不良、高血圧、心臓病などといった、 体調不良が引き起こされる場合がある。また、不安や鬱つといった精神障害が怒りの感情にうまく対処できない原因となっている場合もある。怒りの爆発は不幸な状態や鬱つ状態に対処するための手段かもしれないのだ。片頭痛について頻発する片頭痛は攻撃性の度合いと関連することがあり、アンガーマネジメントが必要となる場合がある。 2013年の研究では、幼い子供の怒りに関する問題と、片頭痛の関連性について調査が行われた。被験者は、片頭痛の頻度が低い、中程度、高い、慢性的のいずれかに分類された。その結果、怒りや攻撃性を抑制し、爆発させないようにしている被験者ほど、片頭痛の頻度が高い傾向にあることが分かった。実際、 片頭痛の頻度が低いと分類された子供の方が、より多く怒りを表現していた。ストレス、虐待、厳しい社会情勢、貧しい家庭事情、貧困といった心理社会的原因が怒りの問題を引き起こすこともある。トラウマ、特に性的なトラウマを持つ場合、アンガーマネジメントの問題が生じることがある。 有効なアンガーマネジメントテクニックとしては、リラクゼーションテクニック、注意深い呼吸運動、認知の改善、イメージェリー、問題解決、コミュニケーション向上戦略、対人スキルなどが挙げられる。以下は実証研究に基づいたアンガーマネジメント治療の特定形式である。一部の研究では、心理学者が限定的な結果だと感じるかもしれない古い自己レポート検証を行っている。 人は他者から起こりやすい人だと思われたくないため、社会が望む行動形式に合うよう回答を変えている可能性があるためだ。プレップは空軍家族を対象とする研究で用いられたプログラムである。各家族は関係満足度とアンガーマネジメントスキルに焦点を当てることにより、伝統的なマルチ、カップルグループフォーマット化、セルフ、 ダークテッドブックバージョンのいずれかにはリフられた。関係満足度とアンガーマネジメントスキルのどちらに関しても時間と関連した顕著な思考家が得られた。関係満足度アンガーマネジメントスキル。セルフ、ダークテッドブックバージョンではポジティブな結果は確認されなかった。関係を通じた暴力が発生しないようにするには、 カップルのアンガーマネジメントスキル向上が必要不可欠なステップである可能性がある。認知行動療法はアンガーマネジメント治療においてよく用いられる。患者の感情をオープンにし、特定タスクを達成させることにより、患者は認知的動機を得るため、自分の行動に対しうまくスキルを使用できるようになる。研究では c b t を組み合わせた混合療法を用いることにより、 他の療法への参加者、患者たちと同様、アンガーマネジメントテクニックの効果的な使用が増え、患者たちは自分の怒りをうまく制御できるようになったと感じていることが分かった。このような人格変化は攻撃性低下につながり、暴力行為も減らすことができる。また、遊戯療法も併用すると子供の怒りの問題に対処する上で有効であることも確認された。 怒りを爆発させる生徒向けに、小学校でよく用いられる方法である。幼い生徒たちが起こる理由を調査した研究者たちは、よくある原因が、社会不適応にあることに気づいた。この研究のために選ばれた生徒たちは1週間、毎日1時間のセッションを受けた。メンタライゼーションプログラムの研究者たちは、ポジティブ心理学の集団療法を用いて、子どもたちを教育し、 交流中に子供たちが幸せな雰囲気を感じられるような活動を試みた。一週間の終わりに研究結果から怒りと社会適応の間には負の相関関係があることが分かった。このプロセスにより社会不適応を原因とする生徒の怒りのレベルは全体的に低下した。自己啓発法を用いることにより自分をより高く評価し高い自尊心が得られるようになった。 攻撃性は低い自己信頼の表れであり、周囲の人々が自分を気にかけてくれず、また支えてくれないと感じた結果であることが確認された。従って、PD は患者の自己認識を変える上で必要不可欠な手段であると言える。自分自身の感情を理解することは、自分の怒りに対処する方法を学ぶ上で重要である。実際に自分の負の感情を アンガージャーナルに書き留めた子供たちは自分の感情をよりよく理解できるようになり攻撃性が徐々に低下した。子供たちに感情に対処する方法を教える最も良い方法は特定レベルの怒りを引き起こす具体例を示すことだった。子供たちはなぜ怒りを感じるのかを理解することで将来そのような行為を避けることができるし怒りを引き起こす典型的な事例を知ることで 自分が経験するであろう、感情に対する心構えができる。この方法を小学校で実行することの必要性を示すだけの十分なエビデンスはないが、このツールは治療においてよく使用されており、子供たちは自分の負の感情や怒りを書き留め、自分の立ち位置を再確認することができるため、暴力に訴えたり、攻撃的な行動をとったりする代わりに、 自分の気持ちを落ち着かせる時間を持つことができる。アンガーマネジメントによる介入は認知行動療法のテクニックに基づき3段階のプロセスによって実施される。最初に患者が学ぶのは怒りの感情が潜在的に生じる可能性のある状況を特定することである。怒りが生じる状況はよくアンガー級と呼ばれる。 潜在的なきっかけを避けることができれば、望まない感情爆発を避けることができるだけでなく、内なる葛藤も避けることができる。怒りはよく自動思考や不合理な心情から生じるのだが、これが治療上の問題となる。患者の反応があまりにも早すぎるため、思考や心情を修正する時間がないことがあるのだ。ライト、ディ、ハウエルズラは、この現象を 感情システムによる認知システムのハイジャックと呼んでいる。第2段階では特定の状況における適切な反応としてリラクゼーション技法を教える。一般的なリラクゼーション技法は呼吸を整えること、その場から物理的に立ち去ること等である。第3段階では患者が将来怒りを感じる状況に遭遇した際に学んだテクニックを用いることができるよう、 実践の場としてロールプレイを行う。繰り返し練習した結果、学んだ有効テクニックを自動反応的に用いられるようになる。このような一般的な各段階を修正することにより、特殊プログラムを作成することも可能である。さらに異なる心理学の分野では、上記3段階のプロセスは、基本的に認知行動療法に基づいて修正される。集団精神療法。 家族療法、リラクゼーションオンリー療法などがそれぞれアンガーマネジメントプログラムに幅広く適用され効果を上げている。リラクゼーション療法を用いると行動に移そうという認識や動機を低下させ、リラクゼーションを通じて自分の怒りをよりうまく制御できるようになる。この療法は怒りの生理的、認知的、行動的、社会学的といった 様々な局面に対して有効である。これらの局面が組み合わされて、リラクゼーションが形作られ、怒り治療に効果を発揮するからである。マインドフルネス療法テクニックは、患者に身体感覚と感情を受け入れる方法を教えるものである。マインド、フルネスは、瞑想により実践される伝統的な東洋の精神療法に基づくものである。マインドフルネスは主に、 自己抑制と今この瞬間への適応の二つで構成される。この両方テクニックは瞑想を反映し批判することなく今この瞬間を体験するという考え方に基づいている。実際には患者は瞑想しながら注意深く呼吸し座り歩く。目的は患者に怒りという思想は現実というよりも単なる思想に過ぎないと理解させることである。マインド。 フルネスはリラクゼーションアプローチにおいて使用されるテクニックでもある。このテクニックにより生理的興奮を沈めることができるからだ。論理上動療法は怒りとは出来事そのものから生じるというよりも患者の信念や感情から生じるものであると説明している。この両方のコンセプトは患者が怒りを生じさせる不合理な思想を避け、 出来事を合理的に解釈できるようにすることである。遅延反応テクニックは患者が自分の怒りを行動に移す前に自分は何に起こっているのかに気づかせるために使用される。このテクニックにより患者は怒りを感じる状況を修正するための時間と怒りに反応するまでの時間を得られるためより合理的に思考できるようになる。さらに患者は 反抑圧的な命令を避けられるようになり、怒りを避けることができるようになる。例えば患者が命令を受けた時に、自分の基準に照らし合わせて行動すべきだと思えるようになる。研究により患者がアンガーマネジメントについてよりよく理解し、また、それが自分自身及び他者との関係にとってどう役立つかを理解すると、攻撃的な行動を起こす頻度が低下することが分かってきている。 怒りの治療の成功率を推定するのは困難である。過剰かつ深刻な怒りは、精神疾患診断統計マニュアルが認める、障害ではないからだ。このマニュアルは、メンタルヘルス専門家の参照文献として使用されている。怒りの治療方法を比較する研究は、複数存在しているが、これらの研究も正確な比較は、方法論的に困難だと述べている。 怒りの治療に関して非常に明確に立証されているのは単独テクニックを用いるよりも複数のテクニックを併用した方がうまくいくということだ。単独テクニックを用いる治療として最も成功率が高いのはリラクゼーションアプローチである。CBT 療法に基づいたアンガーマネジメント療法は多くのメタ分析によって評価されてきている。 50の研究と1640名の被験者を分析した1998年のメタ分析は治療を行わなかった場合とアンガーマネジメントによる介入を行った場合の際を比較するため怒りと攻撃性の測定を行った。治療を受けなかった個人と比較してアンガーマネジメントの介入を受けた患者の改善確率は67%であったことが確認され、 顕著な効果として結論付けられた。さらに2009年のメタ分析では96の研究を対象として精神治療比較が行われた。その結果、平均8回のセッションを受けた後に顕著な改善が確認され、怒りが減少すると結論付けられた。全体的に見ると、アンガーマネジメントプログラムを完遂すると患者の行動に長期的な良い変化が見られるようである。 介入が成功すると、外的に表現される攻撃性を減らすだけでなく、内的な怒りのレベルも減らすことができる。アンガーマネジメントを必要とする動機の一つは、キャリア関連である。アンガーマネジメントは、予防予備修正の両面において、仕事で潜在的に怒りが誘発される局面に役立つ。一例としては、精神疾病の部下を持つ管理者が挙げられる。 日々のストレスに加え、管理しなければならない部下の仕事が遅かったり、全く進歩が見られなかったりする場合に強い、フラストレーションを感じることがある。ジレンマを抱える管理者のためのスキル訓練は、このようなフラストレーションにポジティブに対処するために、開発された。また、アンガーマネジメントは、警察にとっても有効である。警察と民間人の間に紛争が発生した場合でも、 警察官の役割は民間人を保護することにある。アンガーマネジメントの目的は警察が民間人との関係を否定的に捉えて無慈悲な行動に出るといったような事件を減らすことである。この場合、アンガーマネジメントの内容は目的に合わせて修正され、紛争解決に焦点を当てた内容となったり、訓練に特殊な方執行のシナリオが加えられたりする。ノバコは こういった必要性に気づいた人物である。彼が当初計画していた認知行動療法に基づいたアンガーマネジメントによる介入プランは最終的には警察のための専門技術訓練となった。結婚の破綻の危機にあるカップルもパートナーの暴力に対処する方法を理解する必要がある。自分の怒りを制御する方法に関してより多くの知識を持つことで、 他者との問題が生じた際もより良い心構えで臨むことができる。幼い子供は自分の感情を理解し特定状況下でどう反応すべきかを理解すれば適切に自分を表現できる可能性を高めることができる。2010年にジャーナルオブアプライドスクールサイコロジーに掲載された研究では4年生の男子生徒4名の観察を行った。この子供たちは 感情に対処する方法を学ぶクラスから怒りを減少させる戦略まで様々な活動にスクール心理学者と一緒に参加した。その結果、活動に参加している途中からポジティブな修正効果が得られ、複数のロケーションにおける怒りの表現が減ったことが確認された。認知行動療法に基づいたアンガーマネジメントプログラムは、 子供と思春期の青年向けに修正されてきた。若者向け CBT としてよく用いられるのは以下の3つである。一つ目は生活スキルの向上であり、怒りに適切に反応する方法を教えるためにモデリングを用いる。二つ目は怒りの感情を認識し、リラックスすることに焦点を当てる効果的な教育である。三つ目は怒る代わりに状況を把握し、 原因と結果の見極め方を教えることによる問題解決である。年齢と重要な要因の深刻度に応じ、これら3つの要素を教えるため、幅広いメソッドが適用される。幼い子供たちには、教育的ゲームや活動を通じ、より楽しい形で、アンガーマネジメントを説明することにより、効果を高めることができるだろう。思春期の青年には、 自然社会環境的な類似点を乱すことができる集団療法が効果的だろう。表現される怒りのレベルの深刻度に応じて、後のアンガーマネジメントプログラムの内容が調整されることも多い。例えば、教室という状況設定において、暴力行為が見受けられる場合は、スクールカウンセラーとのセッションを数回設ける等である。しかし、より深刻な少年犯罪などの場合は、 法廷が少年構成施設でのアンガーマネジメントセッションを命じる場合もある。既存プログラムを評価し、より有効なプログラムを作成する目的で、子どもや思春期の青年に対するアンガーマネジメントの有効性の研究が行われた。40の研究に対するメタ分析が行われた結果、CBET を用いたアンガーマネジメント治療の全体的な効果値は0.67。 であることが分かった。このことからアンガーマネジメントは問題となるレベルの怒りに対する適切なアプローチであることが示唆される。スキル向上や問題解決に関しても上位教育より高い有効性が確認された。これは子供には行動的側面を教える方が認識的側面を教えるより簡単だからではないかと考えられる。若年層を対象として 早期介入を行う真の価値は、その予防的側面にある。人生の早い時期に、負の行動を抑制することで、成人期により、前向きな展望を持つことができると考えられる。知的障害者は、怒りの制御に苦労する場合がある。知的障害者の攻撃性に直面した治療者がよく、用いるのは、以下の4種類の方法の組み合わせである。怒りを最小限に抑えるために、 下記のどの方法を用いるかは状況設定や個人に応じて異なる。反応型戦略確立されたプロトコルにより明らかに攻撃的な行動の影響を最小限にする目的で用いる。例、激しい感情爆発が始まった患者を強制隔離する生態学的介入環境を変えることにより攻撃レベルを軽減させ落ち着かせる試み。例、 苛立ちを沈めるために、周囲の騒音を減らす、随反性マネジメント、マイナス強化と罰を組み合わせることにより、行動を修正することに焦点を当てる。例、行動に関するルールを強化するために、トークンエコノミー法を用いるポジティブプログラミング、攻撃性に変わる反応としてポジティブな反応スキルを教える。例、CBT に基づくアンガーマネジメントアンガー、マネジメントは、 知的障害者が攻撃行為や自傷行為を行った結果、抗生新薬を処方されるような状況においても明らかに必要である。科学的抑制としての薬剤では根本的な原因である攻撃性を修正することはできない。鎮静剤の使用方法としては暴力行為の全体発生率を低下させるために長期解決策である。 スキルトレーニングと併用するのがベストである。80の研究を精査したメタ分析では行動的介入は行動を修正する上で一般に有効であることが確認された。さらに認知行動療法は素人のセラピストが行った場合にも有効性が確認されたことからこのようなアンガーマネジメントプログラムの実現可能性はさらに高まった。 この人口群の大多数はアンガーマネジメントの問題を抱えていないと思われるが、研究では知的障害を持つアメリカ人の半数以上がある、程度定期的に凶暴かつ攻撃的な行動をとることがわかっている。学習障害を持つ人々には、日々手助けをしてくれる人々に対してさえ怒りや攻撃性を示す傾向が見られる。知的障害を持つ成人は攻撃的な行動をとり、 そのせいで病院に送られるリスクが高い。心の理論を用いたアプローチには、アンガーマネジメントの問題を抱える人々は、精神的に不安定であるため、彼らの行動に対する非難を抑圧することができない傾向があると述べられている。怒りの感情が爆発する主な理由の一つは避難の外在化であり、暴力を振るいたいという急激な衝動によるものである。このような人々は、 自分の行動の意味をよく理解するとともに、時には自分の問題を非難すべきなのだということも理解する必要がある。ある研究では、セルフレポート20クラストレーニングプログラムを受け、現在は、高度保安病院に収容されている犯罪者たちは、非常に良い結果を得ていることが分かった。このプログラムを受けた結果、攻撃性が低下し、怒りへの反応が小さくなったことが確認された。 しかし留意すべき点が二つあった。それは病院という背景と研究者は患者が不安定になり激しい怒りを表明することを望んでいなかったという点である。1979年から2010年に実施された研究に対して行われたメタ分析では攻撃的な人格を持っていると判断された学童たちがいくつかのアンガーマネジメントクラスを受講していた。 全体的な結果としては、クラスを受講した子どもたちは、わずかな改善を示した。コースの目的は、子どもたちの負の感情を減らし、彼らの自制の手助けすることだった。総合的な結論は出せなかったが、研究者たちは、アンガーマネジメントコースを受講した子どもは、内なる怒りに対処する心構えができるため、行動に移すことが減ると述べている。 薬物乱用者もまた攻撃的行動を取るということを立証する統計データは存在しない。しかし、研究者たちはこの人工群の人々の疑わしい意思決定と典型的に不安定な精神状態の問題を研究する必要があると考えている。薬物乱用者はアンガーマネジメント療法を受けることで潜在的攻撃性を予防することができると考えられる。 この人口群には、アンガーマネジメントの問題に対処するための CBT を幅広く適用することが有効である。退役軍人に関する、ある研究では、12回のトレーニングセッションによって、怒りの特性がわずかに減るとともに、怒りの表現も少し減少したことが確認された。この研究ではまた、戦争から帰還して、反社会的人格となった彼らは、 社会から取り残される可能性があるため、適切なアンガーマネジメントコースを見つけることが非常に重要であるとも述べられている。しかしこの研究では、PTSD を持つ退役軍人に CBT を用いたアンガーマネジメントコースを強く進めるだけの有意義な発見事項を十分に得ることはできなかった。外傷性の損傷を持つ人々は衝動的、 攻撃的な危険行為を示す場合がある。ブレーン・インジュリーに掲載されたある研究は、トビーを持つ人々への地域密着型治療は、そのような行為を防止する一つの方法であると述べている。研究結果から、12週間のプログラム終了後に、暴力の必要性が減ったことが示されたほか、治療後の一連のテストからは、怒りの行動を取る頻度が減ったことも、 自己申告により確認された。その他の特徴的な結果としては、怒りの感情を示す頻度、及び怒りの感情を外に示す頻度が顕著に低下したこと、怒りの感情を制御できた頻度が顕著に増加したことなどが確認された。ローマの哲学者であるセネカは、怒り、及び怒りの制御に関する研究を行った最初の人物の一人である。彼は、 紀元前4年西暦65年の生涯にわたって怒りを研究し続け、その経験と観察結果に基づいて怒りの制御方法を形作った。これがアンガーマネジメントの初期形態であるとみなされている。セネカは怒りを避けることの重要性、怒りの状態を脱する方法、そして他人の怒りに対処する方法を記している。セネカの後に現れたもう一人の理論家は、 ローマ時代の哲学者であるガレノスだ。彼はアンガーマネジメントの分野においてセネカの業績をもとに新たな考えを構築した。ガレノスは過剰な怒りに対処する手助けとなる死を持つことの重要性を強調している。ピーター・スターンズは性別感の怒りの違いの研究において大きな功績を残した。スターンズは男女の怒りの経験には類似性があると結論付けた。 それに対し、ジューン・クルフォードは、男女それぞれが怒りに対処する方法について、対立的な思想を見せた。彼女の研究では、男女は怒りを異なる方法で対処すると、結論付けられている。1970年代におけるレーモンド・ノバコの、業績は、アンガーマネジメントの近代思想に、大きな影響を与えている。彼の思想に基づき、 様々なアンガーマネジメントプログラムが実施されるようになった。ノバコは主に怒りを制御する上で重要なのは怒りが生じる原因となった状況を確認することだと考えた。彼は怒りとは状況に対する感情的反応であると述べた。ノバコは怒りは認知、身体的影響、行動という三形態のいずれかによって引き起こされるものであり怒りに気づいた後は 怒りを解放するために議論と自己分析を行うべきだと述べた。このプロセスは患者が怒りが引き起こされる状況を特定し、怒りの発生段階に応じて対処するのに役立つと考えられた。患者は怒りが大きくなる前に様々なリラクゼーションスキルを用いて怒りを鎮めることが可能となる。 アンガーマネジメントを学ぶメリットは怒りと激しい爆発を減らすことができる点にある。高い攻撃性のせいで以前は緊迫していた対人関係を改善できる可能性があるほか職業的には職場の対人関係を改善できるためキャリアにとっても有益でありより高い満足感が得られる。法的には命令の有無にかかわらずアンガーマネジメントプログラムに 継続的に参加することは、誠意の証であると受け止められる。刑務所に収容された場合、アンガーマネジメントクラスで、正しい行動を学ぶことにより、より早期に仮釈放を得ることができる可能性がある。感情的検知からは、内的な怒りレベルを引き下げることにより、ストレスが軽減され、結果的に幸福度全体が向上する。医学的検知からは、気持ちがポジティブになり、 行動変化が得られることによって身体的な病気も改善される。どのようなアンガーマネジメントを行っているか、また怒りのレベルがどのぐらいかということと、急性、慢性の痛みに対する敏感性の間には関連性が見られる。血圧も怒りの影響を受ける生理現象の一つであり、怒りのレベルが上がると、血圧も上がる。健康全体に血圧が影響することは、 高血圧になると、心血管疾患のリスクが増すことからも明らかである。免疫系の機能が向上すると、結果的にリラクゼーションレベルも向上することが分かっている。アンガーマネジメントの成功は、無効水な振る舞いや激しい抗論の減少につながり、全体的な結果として寿命が伸びることにもつながる。アンガーマネジメントによる介入の成功率を引き下げる要因は数多く、 存在する。その一つが、同期レベルの低さである。心構えの低さは、アンガーマネジメントの有効性にとって、障害となる。出席率が低下し、治療同盟にも、悪影響が出る。アンガーマネジメントプログラムへの自発的な参加者に、比べ、強制による参加者の場合は、同期レベルが低い。刑務所に収容された人々に関する研究では、 心構えと改善度合いに相関関係があることが確認されている。さらに、怒りを社会的構成概念の一要素であると考えた場合、文化間のコミュニケーションの難しさが別の障害となる。その怒りが適切な表現とみなされるかどうかは、文化によって異なる。したがって、患者とセラピストのミスマッチにのせいで、プログラムの最終目標に関する誤解が生じることも、ある。 例えば、患者は身体的暴力を減らしたいだけなのに、セラピストは言葉と体の両方の爆発を減らそうとするような場合である。性別による怒りの表現の許容度の違いも、また社会基準に影響を与える場合がある。男性の激しい爆発に対する許容度は女性よりも高いため、男女の激しい爆発レベルは同じであっても異なる。解釈を受けることが多い。 医療保険に加入していない場合は、アンガーマネジメントを受ける費用も大きな障害になり得る。アンガーマネジメントに必要な時間は、プログラムによって異なる。週1時間のセッションを8から12回受けるのが、普通だが、1日の集中セッションなど、多様なプログラムが存在している。費用は、一般的なセラピーの場合で1セッションあたり、90から120ドルだが、 専門的な指導の費用はそれよりも、はるかに高額である。地方でのアンガーマネジメントプログラムの実施状況も、より平地になるほど問題が生じる、可能性があるし、さらに旅費も必要である。しかし、オンラインオプションによって、直接介入を受けるのと同じ形で治療を受け、同様の結果を得ることができる。ありがとうございます。